イケラダメイト14です。今回はこちらハロウィンイベントやっていきたいと思います。さっきねイベントが来てちょっとちょろちょろやってみたんだけど、めちゃめちゃ簡単にね、まあ簡単っつったらもったかもしれないけど、まあ安定してクリアできる方法をね一つ見つけましたので、早速ね紹介していきたいと思います。まあこれどういう感じかっていうと、リクスケルトンがえぐい、あれ出ない、そっか、リクスケルトンがすごかったりして、あとは防衛のねスケルトンとしてね、このロイヤルゴーストが出たりします。で防衛軍が結構きつくて、こいつが今回はかなりキーなんだけど、うわーってってちょっと見てあげて。このコウモリがたくさん出てくるのと、スーパーネクロたち、防衛援軍にスーパーネクロが出てくるっていうのが今回のキーになってます。まあ、これがね、ポイズンなしで処理しなきゃいけないので、このバルキリーとスーパーボーラーをうまく使ってあげるっていうのがこのキーなんですけど、まあ、いろいろね、ポイントを説明しながらやっていくので、早速ね一番簡単に全開が取れる方法をね紹介していきたいと思います。インビジブルもね2枚余って全開取ることができたりとね、まあ2回連続で同じようなことやって安定して取れたんで、まあ早速見せていこうと思います。早速やっていきましょう。はい、というわけでね、早速見せていこうと思います。まずはリクスケルトンがエグいんで全部釣ります。全釣りします。まあ多分、わざわざ処理しに行く必要もそんなにはないと思うんですけど、こういうのはねもう事前に分かってるし、簡単に処理ができるんでやっといた方がいいかなと思います。とりあえず外から釣れるスケルトンは今出したところですね。今出したところを全部釣ってあげて、でこれ時間が5分あるんですよ、制限時間なので、ゆっくり使ってあげて、このロイヤルゴーストがね溶けるのを待ちます。見えるのが待ちます。これ消えてる間に攻撃を食らうと、あのアイスラバのパピーから攻撃されるとさ弱くなるじゃん、あれがね発生するんで、しっかり姿が見えた形で勝負をします。でバルキリーワンパンで倒せるんで、であそこのね位置でバルキリーをね2時に今バルキリー壁殴らせてるんですけど、あのバルキリー出てきたスケルトンその後一掃してくれるんで、あそこの位置で処理するのがおすすめです。はい、めちゃめちゃ強いですこれ。でウォーデンのヤクの能力を使いたいので、キングで誘導してヤクをここに入れてあげる。でロイヤルチャンピオンをここに入れます。でこの辺はねリックスケルトンがないのでバルキリーここに混ぜません。バルキリーは本体に混ぜなくていいです。今ちょっと地味なんですけど、虹川バルキリーがあの辺のリクスケね一掃してくれてました。ちょっと見づらかったら 見直してみてください。でここトームかけてあげて、援軍処理とヒーロー処理を一掃してあげます。でまあノリでヒール打つんですけど、まあヒール打ってあげた方がいいですね。まあキングの伸びが変わるんで、今またちょっとねバルキリー見えるかな、虹川のめっちゃ仕事してんだよねあのバルキリー、あの壁打ちバルキリー最強なんで見といてください。でスーパーボーラーも使わないで言ってください。あとでね、確実な使用方法があります。で、ここ、テスラモリが生えてくるんだけど、この辺をこのバーバリアンでタゲ取ってロイヤルチャンピオン延命します。能力を温存するって意味ですね。テスラのタゲをこのロイヤルチャンピオンで取り続けることで延命していきます。で、今、11時側のマルチインフェルノとテスラのとこ、ここをね、スーパーボーラーでバウンドで破壊します。これがめちゃくちゃ強いですね。これがね、もう、もうこれ勝ちやんと思いましたよ。で、リクスケルトンに関しては虹が一掃できてるでしょう。あの辺がね、バルキリーによって一掃できてるので、あとはもうこれ、タウンホール終点、はい、適当に黒くって終わりと。インビジブル2枚余りましたよというところ、能力使っちゃったんだけど、まあ、下までね、大工のところまで残してれば勝ち確ではありましたね。うん。で、ちょっとこれね、インビジブル残す遊びをしてしまったので、こっからね、全滅して、最終的にこのバルキリーとバーバリアで回収する形にはなるんですけど、これ簡単にクリアしようと思ったら、このインビジブル2発撃てばいいです。で、もう一回ちょっとね、2回目も全く同じルートで、もうまあ、より確実にね、インビジブルしっかり使ったバージョンで見せていくので、まあ、そちらもね、合わせて見ていただければなと思います。まあ、どれほどね、綺麗に取れるかっていうところ。このね、虹バルキリーをね、援軍、スケルトン全呼びしてからの処理がめちゃくちゃ安定すると思うんで、これおすすめですね。あと、11時の、マルチインフェルノに関しては、このスーパーボーラーで処理っていうのがかなり硬いと思います。はい。まあ、これだけでね、まあ、時間5分あるんで、こうやってゆっくりやってあげれば、割と確実に取れるかな。個人的にはね、取り方さえ覚えちゃえば、全然簡単だと思うよ、今回のチャレンジ。結構難しいっていう意見も多かったんですけど、個人的には他のイベントの方が難しかった印象ですね。はい。まあ、早速ね、まあ、ちゃんとしたもう一回、正規のルートというか、インビジブルもしっかり使って全力で攻めるアタックをね、見せていこうと思います。まずはバーネチェックとか、もう罠チェックですね。はい。この辺外周部削っていきます。で、後々バルキリーとかもね、余るんで、このボムター付近にポンって投げてあげると、このボムター破壊したやつらがまた、リクスケットンたちのね、破壊しまくるね。やばい。こいつの仕事量えぐいですよ。この虹バルキリーの。これ神ね。あとさ、もうちょっと関係ない話なんだけど、クラクラのさ、スーパーセルのクリエイターはこれ事前に知ってたわけよ。俺クリエイターなんだけど知らなかったっていうね。
慌てて、なんかイベント来てんですけどって言って慌ててチャレンジしてる男です。はい。これさ、事前にチャレンジしたらもっといいルート見つけといてあげたよ。ねえ。まあ、パッとやって、パッとやって、ああ、取れた取れた。よし、これでいこうって思って。結構安定すると思うから、これ。やっていいと思いますよ。うん。かなり真似するだけで、割とできるはず。ポイントはやっぱりね、これね、ウォーデンのね、トムがね、ちょっとロイちゃん入らなくて一生、これ見えます？一生ウォーデンのトム入らなかったんで、しぶしぶ打ちましたが、ここは入れてあげる方がいいですね。で、ヒールで、クイーンにね、ユニコーンついてないんで、クイーンの HP も結構ヒールで高めてあげる必要があるかな。やっぱロイちゃんにトムかかんなかったのが、ちょっとロイちゃんの HP 削られてて、少し不愉快ですね。で、これ左にテスラ生やしてあげないと、ロイちゃん右のマルチ行くんで、左のテスラ生やしましょう。はい。この辺がちょっと、注目というか、キーポイントかな。あとはこのフィストから出てきたババと、外周部をテスラタゲ取る用のバーバリアン投げ続けることで、ロイヤルチャンピオンのね、能力を温存していくと。ロイちゃんにユニコーンがついてるんで幸いね。で、あとはこれクイーンに対してインビジブルを使ってあげて、11時の方はマルチインフェルノに対してスーパーボーラーをさせてあげて、で、クイーンはタウンホールへクローク打って。はい、そうするとユニット大量に余りましたね、と。まあ、インビジブル使った分ユニットが余りますよ、今度は。これで安定するプランだっていうのが分かってもらえたかな。はい、ロイヤルチャンピオン能力バン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 と打ってあげて、終了です。はい、フィニッシュ。どう？簡単でしょ？めちゃめちゃ強くない？はい、というわけでね、今回はハロウィンチャレンジをね、早速やっていきました。まあ、もっといいルートはたくさん多分ね、これからもっと出てくるとは思うんですけど、個人的にはこれがね、一番安定するなって、ちょっとだけね、今、これ17時に出たよね。5時に出たよね。で、もう初っ端から触れたわけではないんで、まあ、ちょっと20分ちょいかな。20分ちょいいろいろなルートをね、試してみた結果、これが一番安定するかなって思いました。まあ、コツとしては、まずはリクスケルトン釣ってバルキリーで処理してあげることと、ボーラーの角度ですね。スーパーボーラーの角度ミスってあげると、ミスってあげるとってなんだ。ミスするとね、死ぬんでね。マルチインフェルノとか当たんないんでね、まあ、テスラも生えてから打ちて、打ってあげるとテスラと巻き込みで破壊できますよと。あれ、うまいことやったらテスラ2本に入るのかな。ちょっとその辺試しないんで、いろいろやってみてください。個人的にはめちゃくちゃ安定すると思うんでね、もしね、これで前回取れましたとか、もっといい方法ありましたとか、いろいろありましたらたくさんコメントください。個人的には一番いいルートはこれだと思っております、現状ね。現状ね、うん。まあそうだな、これがね、参考になったって方がいたらね、ぜひね、クランメイトに共有して、いろいろみんなね、僕のこのチャレンジ動画を見て、簡単にね、どんどんみんなでクリアしましょう。口コミなど、いろいろしていただけると嬉しいです。はい。というわけでね、今回はこんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。